モーニング娘さんの恋愛ハンターという楽曲は、私個人的にものすごくパフォーマンスしてみたいなと思っていた一曲で、それを今回ジュースジュースでカバーさせていただけて、すごく嬉しいなって思っていたんですけども、裏話で衣装がどうなるんだろうっていう、私たちがこの楽曲をやりますって聞かされたというか、教えていただいた時はまだ衣装が決まっていない状態だったので、あ、どんな衣装になるんだろうと思って、今ご覧いただいている、あ、そうですね、ご覧いただいていた時は赤いオクトピックの代々木国立競技場第一体育館での公演の時に着させていただいた赤い衣装だったんですけども、今回の新曲のポップミュージックのわちゃわちゃした可愛らしい衣装なのかなっていう話もあったり、好きって言ってよだったらちょっと合うんじゃないなんてお話が出ていたり、そういう衣装関係のこともすごいメンバー内で話題になっていたなって感じています。私個人的にカバーしてみたいなって思う楽曲は、ディフリバさんの好きすぎてバカみたいっていう楽曲で、ちょっと切なくて大人っぽくて、そしてダンスもかっこよくキレキレな楽曲で、ジュースジュースの大人っぽい先輩方と一緒にパフォーマンスしてみたいなって思いました。ひなフェス2020モーニング娘。20プレミアムからジュースジュースがカバーした恋愛ハンターをご覧いただきました。